今日はですね、辛いものチャレンジということで、こちらジャカジャン日清わさびマヨ地獄 UFO ビッグ、これを、ノー編集で食べていこうと思います。自分はね、割とわさび大好き人間なので、このわさびマヨもね、ゆで卵とかにねかけて食べることもあるので、これはね全然全然食べれると思う。うーわー、めっちゃいい匂い。さっさっさ、じゃじゃじゃ。でこのねノーマルソースなのかな、このソースをねまずはかけます。感じで今の段階ではね完全に普通の UFO ですね。はい、ということでね、このわさびマヨ、こんな感じでとりあえずUFO のソースだけを入れた状態がこんな感じですね。これからこのわさびマヨ、この調味料っていうんですかね、これを入れて食べていきます。ちなみに水分なし、水分は何もありません。じゃあここにわさびマヨ入れていきます。おおおお、まあ言ってもね、言ってもそうそんなことはないと思うですよ。よし、これ入れました。入れた図がですね。ということでこれからはノンストップ、全くノーカットで食べていきたいと思います。でいただきます。それではいただきます。まあまあ香りは普通だからね、全然食べれると思う。一口目はクリア。マヨネーズかかってないとこ食べましょう。これマヨネーズかかってないとこ食べたんだけど、いや錯覚だろうな。腸が痛い。いやそんなことはないんだよな。鼻にね突き抜けるんですよ。難所、鼻がこう鼻の鼻腔から心臓にかけてね、なんか夏の思い出が駆け抜ける感じ。あ、分かってきた。コツが分かってきた。麺をすするときに鼻から息をしてはいけない。あ、でもねこれ美味しい。前にねペヤングのカレー、激辛カレーとか
い赤いやつを買ったけど、それよりも全然こっちの方がね馴染む。やっぱわさびだからかな。そんなに馴染まないけど、もっと混ぜればいいのかなこれ。めちゃめちゃ混ぜます。いやでもね、これね思ったよりもペヤングでね、あの滅亡しそうになった時よりもね楽ですね。蒸せてるけど、蒸せるまでかな。いや、10口目までかな。それでもね、俺これは好きですね。すごい、俺は合う。うん。飛びます。あっつ。あれこれね、食べ進めてもね馴染まない感じでね、日々新たな発見があるかな。うわっ、あと引かない辛さなんだよ。口に入れてから10秒ぐらいがめちゃめちゃこう、なんだろう、肺が侵されるぐらい辛いんだけど、その後のね、やっぱこうわさびとマヨネーズがすごい合ってるから、うん、ね、うまい、うまみっていう感じでね、気持ちよく食べれるんだけど、ここから食べての10秒が辛いの。いくよ、せーの。冷めると辛くない？どうなんだ？あ、ね、湯気が立たないぐらいに冷めてくるとね、そんなに辛くないっていうかね、単純にわさびの美味しさがね引き立ってくる。ここまでくるとね、わさらーとしてはわさびいいかな、わさぼーとしてはねすごい美味しい。うん、あ、これいいわ。うん、おいしい。やっぱ日清UFO ね、ちゃんと日清UFO ね、ちゃんと考えられてるな。うん、この麺をね口に含んだ状態で息をするのはやばいけど、それをしなきゃね、やっぱねわさびの風味がすごくいい。わさびとソースがね合う。ちょっとね意外な発見ですねこれはね。あと一口。うん、これ好きかも。これはね食べたい。またです。あ、これね普通に美味しい。うん、最初はねとんでもないと思ったけど、うん、ちょっと冷めてきたらねすごい美味しい。やっぱわさび好きにはねたまらないのかなっていう。わさび嫌いとか苦手とかだったらちょっと辛いかもしれないけど、わさびが好きな人は本当にこれ美味しく食べれると思いますのでね、ぜひチャレンジしてみてください。ちなみにあの
もう口直しにちょっとベルギーワッフルいただきます。